チブドウパンチ来ましたよ。ハチブドウ酒に炭酸を加えた神谷バー、フルーツを親戚したハチブドウ酒に炭酸を加えた神谷バーの天板カクテルです。だってハチブドウ酒ってことはいわゆるワインなのかな。ワインに炭酸加えたやつ。ではいただきます。乾杯。甘い。甘いね。なんだろう。ブドウ酒。あれかな。ワインの甘いワイン。なんだっけ、あるよね、甘いワインの、なんだっけ、あのすっげえ甘いワイン、あ、ポートワインだっけ、なんちゃらポートワインってやつ、あれの葡萄酒、ワインだ、多分それの炭酸割り。みたいな味がします。で、ここに、これなんだ、レモンかな。俺はこういうのはちょっと絞りたいんで、絞って、みたい、貧乏症なんで絞ります。これ多分レモンだ、飾り付けだけど絞る。あ、うめえな。いい感じにちょっと酔いが回ってきたわ。タバコと一緒に飲む酒はいいな。店内はこんな感じです。食券制なんで、なんか最初にカウンターに行って食券を買わないとダメみたいな感じです。もう最初からもう前払いみたいな感じですね。いきなり席に並んでたら、なんかあのおばはんに食券で制ですのでみたいなことを言われまして、なんかちょっとイラッときたんですけど、まあいいでしょう。そんなん知りませんからみたいな。美味しいですよ。ハチブドウパンチが420円。
八ぶどう酒っていうのがあって、赤と白各270円ってあります。ちょっと八ぶどう酒もちょっと飲んでみたいな。いや、いいか、八ぶどう酒。でも八ぶどう酒の割ったのが あれだから、まあいいか。現在、11時45分ぐらいですね。昼のね、昼の11時45分ぐらいです。この店が11時半開店なんで、でも結構カクテルも結構いろいろありますよ。ジントニックから始まり、ウォッカトニック、ジンライム、ジンフィズ、パッションオレンジ、モスコミュール、アップルウォッカ、カシス、キウイフィズ、バナナリキュールなどいろいろありました。ウイスキーもあります。竹鶴、シングル、バーボン、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ。日本酒もありますね。で、下町カクテルっていうのが、電気ブランサワー。電気ブランの甘い風味の中にレモンの酸味がよく溶け合います。電気ブランフィックス。電気ブランにチェリーブランデーを加えました。電気ソーダ。電気ブランを炭酸で爽快に。まあでも電気ブランは基本的に、まあ、多分この電気ブランと電気ブランオールドっていうのがあるんですけど、俺がオールドを頼んだんですけど、オールドが多分40度で、普通の電気ブランが30度なんです、度数がね。うん、うまい。で、煮込みとか串カツ、カニコロッケとかいろいろあります。料理的なやつが、うん、まあ煮込みは後で、はい、じゃあホッピー通りにここから行きますんで、この後ホッピー通りのに行きますんで、ホッピー通りで楽しみたいと思います。
同種っていうかね、結構甘いんで、ブドウ酒っていうよりは、あのブドウジュース的な感じの味です。あ、うまい。でもまあそれなりに甘いけど、まあおいしいですよ。ああ、やばい、かなり酔っ払ってきたな。ああ、やばい、かなり酔っ払ってきた。ごちそうさまでした。とりあえずこの神谷バーに来た理由としては、神谷バーの、 あの電気ブランの あのショットグラスが欲しいんで、来たんですけど、ショットグラスね、うう、とりあえずこれからショットグラス買って、そしたらちょっとホッピー通りに繰り出したいと思います。水を飲んでこう、水を飲んでこう中和しとかな。あー、美味しかった。結構ね、結構どころかかなり酔ってます。かなり酔っ払ってます。それでは、とりあえず電気ブランのあのショットグラスを購入したいと思います。購入したらちょっとね、ホッピー通りに繰り出したいと思います。それでは、とりあえずね、そこまで、それでまた一回切ります。